はい、今日は玉ねぎを使った保存方法、オニオンブレイドの紹介をしていきたいと思います。あーちゃん、おはようございます。おはようございます。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では手順を、はい、はい、私はこちらで撮影をしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこういうふうに4つ重ねていきたいんです。はい、このように1、2、3、4、こういうねものをいくつか作っていきます。なるほどね、はい、バッテンに刺して縛ってあるんだね、もうね。はい、そうです。おうおうおう、あ、この紐縛ってあるの何の紐でもいいのかな。あ、これは、うん、こういう、はいはい、バインダー紐。あ、バインダーの紐ね。はい、バインダーの紐がない人は100円ショップの紐でもいいかな。あ、全然大丈夫ですよ、うん、あ、OK、はいはい、ただ麻紐だと、うん、ちょっと緩んでしまうんですよ。うんうん、ニンニクをやるときは麻紐でも全然良かったんです。そうだね、そう、なぜならニンニクは芯が通っているから。ああ、ニンニクの芽があったからね。はい、なんですけど、玉ねぎっていうのはこの皮、うん、皮だけだもんね。いずれパリパリになるから、うん、ギュッとやりたいから、そう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 、うん、そういう意味でこっちの紐じゃなくて、まあビニールみたいな紐でやっちゃおうと。はい、きつく縛れるやつってことだね。そうですね。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、やっていきます。はい、このやり方も2種類あるんですけど、うん、はい、今回は簡単な、うん、誰でもできるようなもの。お、簡単に誰でもっていいね。はい、はい、できるように、はい、ちょっとね考えました。はい、なので簡単に、簡単にできるように、あ、はい、なっておると思いますよ。そうなんですね。ここで2本、まず玉ねぎ2個をクロスさせま、はい、あ、横にしましたね、はい、互い違いにね、はい、これは、うん、隙間、このこれは、うん、これぐらい、うん、第2関節ぐらいまで、あ、ちょこっと開けるんだね。3センチぐらいかな。はこういうふうに しなくてちょっと開けてくださいみたいな感じだね、はいはい、了解しました。はい、下から、下から紐を通して、うん、上で結びます。ギュッとね。おお。ギュギュギュッ。ギュッ。これは全力でやっちゃっていいのかな？これはもう全力ですよ。おお。緩まないように。確かに今ギュギュギュッてしたね。はい。二回縛っちゃいました。あ、もうこれほどけないわ。そう、ほどけないですね。うん。で、そしたらまあここは余分なので。はい。あ、切っちゃうんだ。はい。なるほどね。そして次。うん。次はまた同じものを作っていきます。はい。こういうふうにまた。並べて、うん、この間隔3センチぐらい開けて、はい、並べましたね。あ、同じやつを作るんだね、うん、そしたらまたバインダー紐で、はい、縛ってあげます。はい、本当はね、うん、4つ重ねてやると、うん、いいんだけど、うんうん、ちょっとねこの玉ねぎだと水分量が多いからか、あ、確かね、ちょっとねクタクタとね、この軸がクタクタするよね。だからちょっとねやりにくいと思って、うん、こういう考えに、ここがパリパリになる時にはもう食べ終わっちゃうよみたいなね。そうですね、うん、でこれを、はい、軸を、うん、このハサミでカットしてみます。はい、おお。ちょっとねどのぐらいの長さ、これもやっぱり3センチぐらいかな、うん、うんうん、はい、あんま短すぎるとほどけて落っこっちゃうからね。そうそう、で3センチあれば大丈夫でしょう。はいはい、なるほど、わかります、わかります。これね、おお、こんな感じで、もう簡単そうだね。はい、そしたら、うん、この2個連なったのが2セットできました。おお、ダンベル、あ、まず鍛えちゃおうか、うん、はっ、オッケー、ね、ここで筋トレもしつつ、うん、はい、これを重ねていきます。おお、すごい、はい、お、なんかもうこの間のニンニクっぽくなってきた。はい、お、はい、そしたら今度またこれを、うん、紐で、お、また縛るんだ、はい、へえ、ちょっとね面白そうじゃん。うん、紐を縛る工程が多くて、うん、一見めんどくさそうに見えるんですけど、いや全然めんどくさく見えないよ。あ、私はねズボラ代表なので、うん、そうなの、多分ね私がこれを主張している側だったら、はい、ちょっとこの紐の多さにめんどくさそうって、おう、今ちょっと話の途中で申し訳ないです、今ひっくり返しましたね、はい、あ、ひっくり返しました。一回縛って、はい、もう一回リプレイいきます。
大丈夫です。リプレイ今私が加工しておきますので。あ、お願いします。はい、はい、OK、 ひっくり返しました。はい、そして、はい、結んであげます。おお、面白いな。はい、こうするとね、本当に頑丈になると思います。やりたくなってきたな、これ。本当ですか。うん、図工の時間でいいんじゃない、これ。図工ですか。図工の時間で工作するよ。うん、はい、という感じでこれができました。はいはい、はい、これを、うん、自分が積み重ねたい分だけ、はいはい、作っていきます。なるほどね。はい、これが同じようにもう一個作ったやつだね。うん、そう、はい、でこれをどん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 重ねていきます。うんうん、おお、はい、なんかこっちに赤いのがあるけど、な、赤いのも、赤いのちょっとやってみますね。おお、ああ、こっちで、じゃあ出来上がった赤いやつもまあ同じようなやり方でやってくださいっていうことだね。はい、はい、こういう感じでね、この赤いのあるんですけど、うんうん、この一番下になる部分に、うん、さらに長く紐を切ってつけます。うん、あ、なるほど。はい、じゃあちょっとやっていきます。はい、ちょっとね、私今回は、うん、見た目もおしゃれな感じにしたいので、はい、ここで麻紐を使います。なるほどね。もうすでにここではバインダーのガチッと、ね、もうガチッとなっているから、この後はちょっとねおしゃれな感じで、うん、そうだね、元しっかりとビニールでもう縛ってあるから、はい、あとはここはアレンジを加えながら、はい、麻紐を使ったり、はい、絨毯の紐を使ったりしていけば、うん、うんうん、はい、OKOK、という感じで、はい、ね、やっていきます。まあ、だいたい1メートル50センチぐらいで切ったかな。そうですね、まあ、こう大雑把でね、はい、はい、とりあえず切ったやつを下から通しました。はい、下から通して、はいはいはい、おー、こういう風にね、うん、なんていうか、U の字にしておきます。うん、はいはい、ここで、うん、で一番下となる部分にこういう風に通しておきます。うん、はい、はい、でそこからだんだん積み重ねていくっていう感じですね。うん、そうだね、はい。ちょっと私は今回一番下は赤にしたいので、うん、これちょっと赤で、うんうん、やらせていただきます。なるほどね。あ、色の違う赤玉ねぎ、はい、まあ、普通の玉ねぎと交互にやっていけば見た目が綺麗にできそうだね。うん、どうなるのかな。大丈夫？ですか？どうしたんですか？見た目綺麗にできるの？いや、できると思いますよ。できます？はい、おいいですか？はい、どうぞ。この上に、うん、お、さっき作ったやつだ。はい、ドッキング。おお、上に乗っけた。はい、これ向きは何か意識して乗っけたのかな。これは、うん、下の玉ねぎの真ん中に来るように。あ、本当だ。次の玉ねぎがね、真ん中に来るように、うんうん、重なってないわ。はい、あの、なんていうのかな、うん、チグハグっていうか千鳥みたいになってるね。お写真撮るときこうでしょ。うわ、綺麗だね。二人の間から顔を出すっていう感じ。なんかそれっぽくできるっぽく、できる子っぽくなってきたね。できる子っぽくなってきたよ。できる子っぽくね。はい、そしたらこの下を通らせて U の字にした、うんうん、この麻紐をそこに巻きつけていきます。はい、あ、なるほどね。これをやる意味は、うん、下の玉ねぎと上の玉ねぎを合わせていくっていう。なるほどね。でここも同じく十字縛りで縦、うん、よく、はいはい、こういう風にね。なるほどね。補強の意味で、うん、いいですか。ここをね、見ててください。はい、またひっくり返すんだね、さっきみたいね。くるりんぱと。おー、すごいすごい。まあ2段ぐらいだったらこれ簡単にできそうだね。うん、うん、でこれを今度ね、これを一番下にしてるから、うん、あ、また戻すんだね。もうがっちり縛るね。これはね、がんじがらめじゃないですか。こう、食べらんないんじゃないのこれ。大丈夫？こんなきつく縛っちゃって。はい、こんな感じでやりました。はい、はい、そしたらまたちょっとね、下と上を整えてあげて、うん、はい、おー、ここでね、いいね、いいね。次いきますよ、うん、次また赤、白、赤やりたいね。あ、そうだね。私は赤を作ればよかったんだけど、最初にね、うん、赤もね、同じ感じを、はいはい、さっき作ったものに、うん、またまたドッキングさせます。はい、大丈夫？いきますよ。うん、いいよ。3、2、1、でてれー。おー、すごい。これ綺麗だね。どうでしょうか？あ、すごいね。
いい感じですか。逆に最後さ、収まりついてない方がしっくり中に食い込んだよ。あ、うんうんうん、本当ですか。これなんかのさ、なんかこれブドウみたいだね。なんかいいねこれ。横から見るとこれやばいでしょ。なんかオブジェになるんじゃない。うんうん。でね、そしたらさっき、あ、最後のそう、U の字にした。これをこれ朝日もね、これどうすんの、うん、どうすんの最後。まだ縛ってないよ。またこういう風にね、間をね、うん、ここ見ててね、間をこういう風に、え、どこどこどこ見てればいいの。いい、うんうんうん、一番下にあるよ。ちょっとまだね、ちょっとわからない。え、何いいですか。ちょっと待って。はい、はい、いいですよ。はい、これをこういう風に、うん、なんて言うんだろうね。わかるわかるわかる。間ね、ちょっとスルスルっとね、うん、で、またここでクロス、うん、上に来てください。上来ました。お互い来ました。はいはいはい、クロス出てきた。こうねじる。はい、おお。そして、うん、はい、今度こっち落としてください。はい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 、はい、こういう横に一回転さ、三回転させた。はい、で、また下に玉ねぎに、下に、はい、これで紐をで、いくよ。下の方まで行っちゃったのね。下の方まで行ったよ。おお、なになに、何すんの何すんの。いいよいいよいいよ。おお、ひっくり返した。びっくりした。して、うん、ここでね、あの、やっぱり玉ねぎ、さっきも言ったんだけど、うん、水分がね多くて芯のないもの、うん、だからせっかく作ったものが、うん、こう崩れたりしないように、うんうん、ちょっとね強くしていきたいわけよ。そうだね。そうだから、またねこれいくよ。あ、補強がてらいね。そう、補強がてら、このね玉ねぎと玉ねぎの間をこうくぐらせて、ふにょふにょってね、うんうん、こういうふうにやってあげると、うんうん、強くなる。ああ、そうだね、うん、でもこれだけ太い軸だったら、うん、まあ落っこちないと思うよ。うんうんうん、うん、そうね。3月、翌年の3月頃までだから、うん、そうだね、半年以上は持つんじゃない、うん、すごいね、はい、頑丈にやったね。という感じで最後、うん、ラストスパートはこの、さっきねこういう風に積んできたんですけど、はい、これとは反対の方向に、うん、吊り下げる紐をやっていきます。はいはい、うんうん、なので最後またこちらでクロスさせて、うん、これを下に持っていきます。うん、はい、ちょっとねここややこしいと思うんですけど、うん、ちょっとややこしく聞こえるかもしれないけど、でも実際やって見てるとね簡単だよ。あ、ほんと。うんうん、はい、でこれで反対にできました。うん、そしてもうここで、ラストスパートでございます。ラスボスですね。はい、これでエンディング。はい、はい、これで見てください。どうでしょう、こんだけやったら。はい、最後どうなってるの。はい、上は最後こうですよ。はいはい、もうちょっと下でお願いします。ニンニクと同じように、はい、ここに2本出てますよね。うんうん、U の字にしたから。そうだね、先端があるね、うう2つね。はい、うん、でこれをここでギュッと縛ってあげて、はい、でなんと、うん、どこにでも引っ掛けられる、うん、という感じで、うん、ここに作っちゃいます。あ、輪っかをね、またね、この引っ掛けを。なるほど。そう、おー、いいじゃないですか。で持ち上げますよ。持ち上げてください。いいですよ。はい、お、いいじゃない、いいじゃない。どうですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか。どうですか。これなんかすごい物体、なんかね、生き物みたいな。これで、これは今6、3段積みだったけど、これをかける2で、まあ6段ぐらいすれば、すんごいおしゃれだと思う。で、これ6個ぐらい、3段積みぐらいがちょうど量的にいいかもしれない。うん、これを10個、20個ぐらいぶら下げておいて、1回使う1週間分って言って、これごと持ってっちゃって、うん、ね、あとはこれバラしちゃってもいいよね。いいですね。ね、はい、うん、1回にだいたい2玉3玉使うもんね。使うね。そしてちょうどこれで1週間分、うん、余ったのはキッチンのちょっと下あたりね、はい、ね、置いとけばいいよね。うん、もういいじゃないですか、いいじゃないですか。こういう感じで、はい、これがオニオン、あずちゃん式のオニオンブレード。はい、これさ、うん、バザーとかさ、うん、フリマとか、うんうん、これもうちょっと乾か、今出来たてほやほやだから、うん、ピカピカしてるけど、うん、もうちょっと干した後に出せばさ、うん、これまたいいんじゃないの、これ。いいんじゃない。うん、またね、うん、あれだよね、ガーリックブレードとは違った見た目、うんうん、だからさ、なんて言うんだろう、おしゃれでしょ。おしゃれだね。これも皆さん玄関に飾ってはいかがでしょうか。そうだね、持ち手がついてるからさ、はい、これ袋、レジ袋いらないよって
粉をみんなで持って帰ればさ、あ、じゃあこれを売ってみます、ね、あれどこで行ってきたんですか、あそこの振り舞い行ってきたんだよってちょっと恥ずかしいですけどねいいですね。じゃあこれと、はい、これ今回ガーリックオニオンブレード、はい、でこれ前回作ったほらこれガーリック持ってください、はい、これ2つ合わせたらこれ最高じゃないですか。こんな感じでわらわら無敵じゃん。玄関の、ね、はい、ドアノブにでもぶら下がってたら、はい、これコンコンってまたやってください。いいですか、うん、これはちょっとコンコンな可哀想じゃないんですけど、コンコンコンっていいですか、これ、はい、コーンっていう感じ。はい、塚原です。どうも壊れますけど大丈夫ですか。どちら様ですか。はい、どはい、どちら様ですかということで、はい、今日は、オニオンブレードの作り方のご紹介になりました。はい、最後にこちら先ほど作ったオニオンブレード、これを3段のやつを2つ重ねて6段にしました。じゃあ実際のところ作ったの上から順々にハサミで切ったらどうなのかってことで、なおちゃんちょっと切ってください。はい、今日玉ねぎ1個食べたいですよ、切ってください。夕飯に玉ねぎ使おうかしらね。あ、ちょっとずいぶん切りづらそうですね。あ、切りづらくないいいですか。はい、スイッチワン。おお、いい感じ。おお、いいですね。はい、じゃあ次、じゃあ2日目もう1個食べたいよ。あ、今夜も玉ねぎ食べるわよ。はい、はい、いきます。うん、スイッチワン。おお、いけるじゃん。じゃあこっちの違う、はい、編み込みでやった玉ねぎ、はい、これはガーリックブレードでやった方だよねと同じ、同じやり方だよね、うん、これ2つ つながってますけど、はい、じゃあこれも上から順々に1個食べたいよ。はい、いきます。はい、おお、全然平気だ。落っこちない、落っこちない。じゃあもう1個、うん、ここそうだね、いくよ。はい、もう全然平気平気、うん、はい、こちらは前回作りましたガーリックブレードです。じゃああずちゃんこれ1個食べたいよってことで、はい、ちょっと切り離していただけますか。はい、チュンじゃないの、大丈夫、いくよ。はい、おお、平気だ、うん、はい、今日も2個ニンニク食べるわよ。はい、おお、平気だ。あ、待って待って、今夜もニンニクだわ。うん、おー、全然平気じゃない。いいね、全然引っ張っても落っこちないよ全然いい感じ、うん、あ、これなら便利だわ。うん、落っこちるかと思ったら平気なんだね。やっぱこれ編み込みがいいんだね。うん、おー、はい、こんな感じでオニオンブレードを作ってみました。前回作ったガーリックブレードなども実際落っこっちゃうんじゃないのと思われる方、こんな感じでやってみても全然落ちることなく保存ができますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。またねー、またねー。